中国の成都で主要20カ国による G20 財務大臣中央銀行総裁会議が始まりました。焦点のイギリスの EU 離脱問題をめぐって麻生財務大臣はイギリスの財務省と個別に会談しました。麻生財務大臣の姿が見えました。この後イギリスのハモンド財務省との会談に臨みます。麻生財務大臣は全体会議とは別にイギリスの財務省と個別に会談を行い EU 離脱のプロセスなどの説明を受けたとみられます。 EU 離脱決定直後に世界経済を揺さぶったショックが再び到来しないよう G20 各国は政策を総動員して臨む考えです。また世界経済のもう一つの不安要素となっている中国経済についても過剰生産の問題や人民元安の問題が話し合われます。さらに世界中で頻発するテレの資金源の問題やグローバルな課税逃れの問題なども今回の G20 のテーマとなっています。世界経済に対する不確実性が高まる中明日の共同声明で G20 としてどれだけ具体的な措置が打ち出せるかが焦点といえます。